ます。生姜のみじん切り、先ほどのガーンと、これはごま油、鶏レバーを使った黄ニラのレバニラ、ネギが調味料。はい、今日はレバニラです。普通のね、あの豚のレバーとかじゃなくて、あの今日鶏レバーを使ってレバニラをいきたいと思います。はい、今日ね、ニラ、黄ニラあったので黄ニラにしました。なければあの普通のね、緑のニラでいいと思います。はい、それからもやし、それからキクラゲね、生の、この一応より大きい立派なのあったんで、黄ニラ柔らかいですからね、このぐらいに。ニラはね、黄ニラの方は芯のところはあの普通のニラと違ってこう柔らかいんで、ね、ここもそのまま使っちゃいます。それからキクラゲ、キクラゲがこの石突きのところがねちょっと硬いんで、これを取っちゃいます。歯ごたえがいいですからね。まあ、手でちぎっても包丁でね、このぐらいに切っていっても特に問題ないです。あとでさっとこれボイルしていきます。はい、それから鶏レバ、鶏レバはまあ掃除してなかったらね、こういう油とかついてるのがあったら、ここをね外してもらって、そんなあの鶏レバ臭くないんで、そこまで気にしないで、まあ、一口ぐらいにねカットしていって、この辺の筋っぽいところだけ外して、まあ油がね気になる方はもう外しちゃっていいです。これね、薄い膜でねくっついてるの、この下の方を落とすとペロッて取れるんで、こうやってやるとこう薄い膜がねさっと取れる。で、気になるようであればここも白いところもね取っちゃいます。で、中にほらまだ血があるでしょ、血合いがね、こういうところを取って、これを包丁でちょっとこそげ落としながらね取れれば、ちょっと血がついてるんで、まあ、このぐらい取れれば、はい、お水に一度入れてさっと洗って、血合いとかあればこういうところ取れていくんで、これね、ちょっと汚れが出るんで水気よく切って、そしたらこれに、下味を入れていきます。で、紹興酒、まあ、あのお酒でもいいですからね。で、醤油をちょろっと、はい、それからお塩、混ぜて片栗粉、を入れて、これもねチャンですね。内臓の時はね卵とか入れないですね。卵とかね入れても、こう内臓ってあんまりねこう吸っていかないので、まあ、表面にこう片栗粉と味付けをね乗せて、それで混ぜてあげればいいです。これからお湯でね、あのキクラゲともやしボイルしていくんですけど、その間に、合わせ調味料で砂糖、これ今三温糖ですね、三温糖と、それから醤油、から紹興酒、
椒を入れます。もうシンプルにこれだけです。はい、そしたらキクラゲ入れて、もう20秒ぐらいですね、20秒ぐらい入れて、それからもやし、もやしを入れて10分ぐらいですかね。このぐらいサッとでいいです。そしてザルに、その同じフライパンに、そこに先ほどのレバー入れます。鶏レバーはね、なんか癖がなくてやっぱ美味しいんで、お子様もいいと思います。で、全体白くなって、そこに、これ生姜のみじん切り混ぜます。先ほどのもやしとキクラゲ、はい、それからはい、キニラ、ダーンとデデンとデデンと入れて、さっと混ぜたら、先ほどのタレに水溶き片栗粉ね、少し、はい、このぐらい入れて、これはごま油、鶏レバーとキニラのニラレバーです。鶏レバーを使ったキニラのレバニラ、それではいただきます。うん、キニラが普通のニラと違ってすごい柔らかいんで、なんかめちゃめちゃ鶏レバーも上品なんで、すごい上品なね、レバニラです。なんかお子さんとかもこの鶏レバーだったら全然大丈夫なんだよな。うん、でちょっとお酢をね、お酢が好きなんで、お酢野郎なんで、あのお酢野郎っつって、やっぱ男はお酢ですよ。うん、押してダメなら押してみろって。やっぱ一人暮らしで料理めんどくさいけど、こうレバニラハードル上がるなって思うけど、みんな喜んでくれると思うんですよ。まあ一人暮らし限定じゃないけど、まあ、キニラなかったら普通のニラで全然いいですね。今日たまたまねキニラあったんで、うん、止まんない。ぜひこれからも山野辺チャンネルよろしくお願いします。紹興酒で醤油を、はい、それからお塩、片栗粉、今三温糖ですね。それから醤油、紹興酒、胡椒を、それからもやし、ざるに入れます。
生姜のみじん切り、先ほどのダーンとで、これがごま油、鶏レバーを使った気に入らのレバニラ、すごい上品なねレバニラです。ぜひこれからも山野辺チャンネルよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。また銀座山野辺では新しいスタッフ、中国料理を目指したい若者を募集しております。ぜひご連絡ください。お待ちしてます。ネギは調味料。